皆さんこんにちは、コセンダ塾のコセンダです。ボタンダウンのシャツって時々ね、残念な思いすることがありますよね。まあ、止めてというかプチッとね、あのボタンのタイプだったらキュッと止めて、しっかりそれでボタンダウンとしての意味がね出てくるとね。しかしね、時々こうクリーニングに出したりとか、まあ、洗濯とかアイロン掛けをする関係で、一度ねこのボタンダウンのこの襟がね止まってる部分をピッとね離しておくことがあると。いざ着る時にそのボタンダウンの特性であるそのここの部分を止めないで着てしまって、で一日の終わりに姉、ね、家帰ってきてふーっと帰ってね脱いで会ってみたら、あみたいな、ボタンダウンのこのボタンの部分止めるのを今日一日忘れてたみたいなごめんボタンダウンみたいな、君のねボタンダウン住んで好き日本教室でございます。今日ですね、文法ね、位置のモダリティということで、前回断定のモダリティっていうのがありますよって言ったんですけど、今日はですね位置のモダリティっていうのをやっていこうと思います。じゃあまずですね、位置のモダリティってどういうものかね、位置ね、これねちょっとまあ難しく言っちゃいたくないんですけど、ちょっとこっちに置きますね。話してやっぱり重要なことはここなんですね。話しての行為実行、つまり話し手がその、まあ、動作とか何かを、まあ、発動するのか、する、ね、実行するのかっていうことに関しての行為実行の、まあ意思、まあ、そのままね意思同士の意思、意思のモダリティの意思を使っちゃうんですけど、意思、まあ、または決定、ね、話し手の行為実行、話してる人がその動作とか行為をするかどうかの、まあ、意思ね、心づもりだったりとか、まあ、決定したもう決めたんだよっていうことを表すっていうのが、まあ、伝えるね、まあこれ、ね、伝えなくてもよくなってくるんですよね。伝えるね、聞き手に伝える、ちょっとごめんなさい、聞いてちょっと伝える、ごめんなさいね、まあね、ちょっとごめんなさい、さっき聞き入っちゃってね、話し手のその行為をするかどうかっていう意思とか決定を相手に伝えたりとか、何だったら相手がいなくて聞き手がいなくても表すだけ、表明するだけみたいなことを表すのが意思のモダリティと呼ばれるものだと。でじゃあどんなものがね、基本的なものとしてどんなものがあるのかっていうことをやっていくんですけど、ちょっとですね赤本を読んでると断定のモダリティから断定のモダリティと同じような書き方で、実は意思のモダリティってありますよっていうの書かれ方してると思うんですよね。どういうことかっていうと、前回の断定のモダリティの中でね、あの動詞のね形で、まああの食べるとかね、いう形とか、食べますとかって形とか、ね、そういう形があって、それ断定のモダリティですよねとかって言ったんですけど、実は今回出す例えば動詞カッコ1の例を見てみるんですけど、私はカレーを食べるね、なんていうのもあるけど、食べているとかでしたかね、食べているとかね、食べるね、っていうこの文があって、私はカレーを食べる、この食べるっていう部分に関して、じゃあどのモダリティかっていうと、まあもちろんですね、今回言ってる意思のモダリティなんですよね。これ意思のモダリティとして使われてるよっていうふうになってるとね。でじゃあなんでこれ意思のモダリティだよっていうふうに感じるかっていうと、どういうことかっていうと、ポイントここなんですよね。ここ行為者が話してなんですよね。この食べるっていう行為をする人、私はカレーを食べるねっていうふうに言った場合、その食べるって行為する人誰ですかって言ったら、この話して自身、つまり一人称になってると。一人称、つまり私と一人称になっていて、でしかもなおかつこの食べるっていう行為は時間を見てみるとまだ未完了であると、ね、まだ行われてない、実行されてないよっていう未完了の動作なので、つまりこれは、まあ、これからね行為を実行するんだよと、意思とか決定を表しているだよっていうふうに感じ取れるので、これは意思のモダリティだよっていうふうに言うと。で例えばこれがここがね一人称ではなくて、例えば古仙だとかっていう名前にしてみるとね、古仙だはカレーを食べるっていうふうに言った場合、これは、古仙だって言った段階で古仙だではないね、他の人がね誰かが古仙だはカレーを食べるなんて言った場合は、これは意思のモダリティとはちょっと言えないんですよね。つまり一人称ではないとね、誰かのことを言ってるっていうふうになってしまうと、これは意思のモダリティとは言えないなっていうふうにね、断定のモダリティかなとかっていうふうに考えるようになると。なので、
基本的に、まあ、動詞に関してなんですよね。意思のモダリティっていうのは行為っていうことが関わってくるので、何かしらの動作とか行為に関して一人称である、ね、一人称である、でしかもその動作がまだ未完了である場合はそれは意思のモダリティだねっていうふうに言われると。なので前回言った言い切りの形みたいなね、言い切りの形の中で動詞だけでちょっと例外があるみたいな感じなんですよ。基本的に言い切りの形ってなると断定のモダリティね、まあ形容、いい形容詞とかな形容詞とかね、名詞もそうですけど、言い切りの形とかね、動詞含めて言い切りの形だよっていうと断定のモダリティっていうふうに解釈されることが多いんですけど、その中でも動詞の中でその行為者というかする人が一人称であると、さらにその動詞が未完了のものであるよっていう条件がついた場合ね、それは意思のモダリティっていうふうに呼ばれるよみたいな感じで、なんかね、アコフォンだとちょっと断定のモダリティと意思のモダリティがなんかね並列で並んでるんですけど、赤本の説明では断定のモダリティ、言い切りの形になるようなものは断定のモダリティなんですけど、その中でもこういうふうなね条件が挟まると意思のモダリティっていうふうに解釈されますよみたいな書き方だというふうに思ってください。でまあね、ここね一応こういう言い切りの形だと、まあ、空集合ね、なんかここにモダリティの要素はなんか基本的にないかなみたいな感じにね、書くのが、まあ赤本では説されている説明だと。他にも例見てみると、僕は札幌に行くってね、まあ、僕っていう言い方でも別にいいんですよね。僕っていうこれ一人称ですよね、まあ、行くっていうのが動作で、これももちろんまだね未完了の感じがありますよね。でなおかつ一人称の行為者なので、僕は札幌に行くといった場合、話してで自分自身のこれからの行為実行の意思ね、決定を表してるよっていうことなので、これも意思のモダリティだよっていうふうに考えられると。でこれもね空集合でいいかなと思います。で、もちろんですね、先ほどのカッコ1とカッコ2に関して、私はカレーを食べる、私はカレーを食べますという、ますの言い方でも別にね、これは意思のモダリティというふうに言われます。こちらも、僕は札幌に行きますね、ますの形でも意思のモダリティというふうに解釈していいと思います。で、最後にカッコ3番、彼女に手紙を書こう、ね、彼女に手紙を書こう、ね、ね、今時手紙なんかあんま書かないですかね、彼女に手紙を書こうなんて言った場合、ここの加工ってじゃあ意思のモダリティなのとかって話になるんですけど、この加工も意思のモダリティだと考えていいです、ね、彼女に手紙を書くって言っても、例えば私は彼女に手紙を書くって言ったら、この書くっていうのも意思のモダリティです。で彼女に手紙を書こう、この書こうね、しようみたいな形で言っても、これも意思のモダリティと言っていいです。というかむしろなんですけど、この書こうとかしようみたいな形っていうのがよくね、日本語教育では移行形だよとかね、いうふうに言われることが多いと思うんですけど、この加工っていう形の方が意思のモダリティの中ではかなり、なんだろうな、基本的な、ね、形、確実にこれは加工なんて言ったら意思のモダリティだろうね、文末で加工なんていうふうに言ったらそれは意思のモダリティだよっていうふうに言われる、まあむしろこちらよりは典型的な意思のモダリティっていう感じなんですよね。なのでまあ、日本語教育の中のそういう意思のモダリティというふうに言われた場合、基本的にはそういう加工みたいな、しようみたいな形、ね、こういうやつね、カッコさんのようなしようみたいな形で、もう一つが食べる行くみたいな、まあね、カッコ1カッコ2みたいなするの形ね、食べる行くみたいな形があると。ただ実は、ね、こっちのするっていうのは条件があって、先ほど言ったように条件1っていうのが一人称が主体であるよっていうことで、括弧に、あ、もちろんちょっとごめんなさいね、ギギギギちょっと、こう書こうかな、一人称が主体であり未完了であるという条件が加わると、このするっていう形も意思のモダリティを持つようになるよっていうふうな意味になってると。なので基本的にはね、意思のモダリティっぽいのは、まあ、こっちの方がね一発でこう見分けやすいと、書こうとか食べようみたいな感じですね。でなぜかっていうと、特にカッコさんなんで彼女に手紙を書こうってね、私が彼女に手紙を書こうなんて言った時に、誰か、え、誰が書くのって聞かないですよね。なぜかっていうと、彼女に手紙を書こう書こうってこの人が言ったら、もう主体者はもう一人称だってバチッと決まるんですよね。ただカレーを食べる、ね、カレーを食べる、ね、
誰がみたいな、誰がみたいな感じで聞く可能性があるとね。そうなると一人称に限定されない可能性が出てくるので、こっちのね食べるとか行くみたいなするグループの方の形っていうのは、まあ、ちょっと実は、まあ、例外的ということでもないんですけど、真っ向の一番のね意思のね、これは絶対意思だみたいな感じで決定されるものではないという形になっているということですね。ということで、今日はですね意思のモダリティっていうのをやったんですけど、ポイントとしてはそのどういうモダリティかというと、話し手の行為を、ね、するとかしないとかの意思とか決定を伝えたりとか表したりする、ね、言い方っていうのが意思のモダリティだよっていうふうに考えると、ね、で基本的に意思、話し手っていうふうに言ってるので、話し手ってことはそれ、一人称、ね、一人称の私はとか僕はとかね、そういうことをの行為について言及してる言ってるよっていうのが意思のモダリティだよと。で一応その中で一番こう分かりやすい意思のモダリティっていうのは、しようみたいな、書こうみたいな、何しようみたいな形の方が完璧にこれ意思のモダリティを持ってるねっていうふうに考えられると。ただその中でも食べるとか行くみたいな、こういうするみたいな形ね、かっこ1かっこ2みたいな形は、まあ、一人称が行為者でまだ未完了だよっていうことがはっきりね明示されれば、あそれは明示されたりとか分かったりすれば、あじゃあそれも意思のモダリティだねっていうふうに捉えられる、考えられるっていうふうに覚えておいてください。ちょっとね込み入った話になっちゃったかな、ね、ということでね、よかったら、この意思のモダリティも勉強してみてください。ありがとうございました。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。